はい、トピックその13、埋め立てと漁業権放棄ということです。埋め立てと漁業権の放棄というのは一般にセットになって行われることが多いんですけども、本当にそうなんでしょうかということです。結論を先に言いますと、埋め立て免許を行う際に漁業権の放棄を一緒に行う必要はない。むしろ放棄をすると良くないことになりますね。なぜかということについてはこれから説明します、ね、でそのためにはですね、実は、海を埋め立てる方時に適用される公有水面埋め立て法の体系について知る必要があります。まず公有水面埋め立て法の仕組みですけども、最初埋め立て免許の取得というのを行いますね。まず埋め立てをしていいですかという免許をもらいます。これが第4条の3項第5条ということです。でその時ですね、公有水面埋め立てを行う場合は事業主体は公有水面埋め立て法に基づく埋め立て免許を受けることを必要とする。つまりね、埋め立て免許がなければ埋め立てをしてはならない、ね、じゃあこの埋め立て免許というのを誰が行うかというと、この知事が行うことになるわけですけども、この際ですね、漁業権者または入権者、まあ漁業権がある場合ですね、漁業権があったり入権がある場合はその人たちの同意がなければ免許をしてはならないというような規定になっている、ね、具体的にこういう形ですね。こういう水面立て法の第4条第3項そして第5条、この2つからこういった形になるわけです。でまずその最初に免許を取得する、次にどうなるかというと、第6条8条で漁業保障という規定があります。つまりこの、埋め立て免許をする人はですね、埋め立て免許を受けた後に漁業権者または入漁権者に対し漁業保障をしなさいと義務付けね、これを行う、漁業保障をしない限りは埋め立て工事に着手してはならないということになります。でつまり埋め立て法の規定ではですね、埋め立て免許を受けた後に漁業権者と入漁権者が漁業保障を受けるというシステムで、ね、免許を受ける前に漁業保障を行うようなシステムにはなっていないということですね。ですから一般的に、ね、漁業保障契約の締結に際して漁業権を放棄してしまうということになりますと、この6条8条の規定というのが空振りになってしまうということですね。もう一度見てみましょうか。この6条は、ね、権利を有する者に対して損害保障なし、またはそ、ね、損害の防止の施設をなすべきということで、要は漁業権があらかじめ放棄されていたらこの規定の、ね、働く意味をなさないということになります。これさっき話した通りですね。それから、ね、保証した後でなければ工事に着手できない、こんな規定があるわけですね。次です。じゃあこの保証を終わった後、3番目に埋め立て工事を実施するということになるんですけども、この公有水面埋め立て法の体系ではですね、埋め立て工事が行われるまでは漁業権が存在することになるんですね。特に漁業保障をしろといったときに、漁業権の放棄をしろともまだ言ってね、さっき6条のところ で漁業保障をしろと言っていますけど、漁業権放棄しろという話になってないんです。つまり埋め立てするときにもちゃんと漁業権は残っているという条件のもとで、この公有水埋め立て法が、成り立っているということになるわけですね。じゃあその漁業権があったまま埋め立てをした場合にどうなっちゃうかというと、埋め立てが行われるとそこは水面でない、つまり漁業法の適用範囲でないので、ね、要は漁業権自体がなくなる、ない、ね、内容不能、不能の権利とは実質的になくなってしまうんだよ。つまり、ね、漁業権があるところに埋め立てをして水面がなくなるのは、その分だけ自動的に漁業権がなくなるというのが、この埋め立ての実際の形なんですね。これは水産庁の、ね、見解で、昭和26年、ね、これこの岩手県の水産部長に対して、水産庁が回答したものですね。現実に埋め立て工事が施工せられるまでは
漁業権は存続する。施工して埋め立て工事施工による漁業権はその対象を失い、内容不能の権利となる。ね、私が言ってることがすごく変だと思われるかもしれない。水産庁自身も実際に埋め立て工事が行われるまでは漁業権があるんだということ、ということを言ってるってことは、ね、漁業保障の時に埋め立て、あの漁業権の放棄を一緒にやっちゃうっていうのはナンセンスだということになります。で、今度はですね、埋め立て法の仕組みですけども、実際埋め立ての免許を受けた段階ではその水面は、免許を受けた人のものになるんではないんですね。実際に埋め立てが行われて土地になった時に誰の土地になるかというと埋め立て免許をもらった人のものになると、こういう話になるわけですね。はい、というような埋め立て免許、こういう水面埋め立て法の、体系ですけども、ね、もう一度言いますね。埋め立てを行う際に漁業権の放棄をする必要はありませんということが、私の今回お話ししたかったことであります、気に入った方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。またいいねもよろしくお願いいたします。